こんにちは。悲しいニュースが入ってきました。広島県民の皆さん、もちろん山口県民の皆様、中国地方に住む皆様、いろり山賊が閉店になりました。このようにツイッターで挙げられております。この度正式に閉店することといたしました。こちらはですね、昭和59年11月の営業開始より37年間営業できたということだったんですよ。ありがとうございました。私も伺ったことが何度もあるんですが、コロナ禍の影響なのか、それとも他のことなのか分かりませんが、こんなに地域に愛されて評判になったところはないんじゃないですかね。何でも山口県民であれば、免許を取ったら必ず最初に行くところがここだというぐらい聖地になってました。山賊の山賊焼きが食べられない、スメラギ牛が食べられない、あのうどんが、そしてあの景色が見られないのは非常に残念ですね。なんかこう、まあ、昭和が終わったなという気もします。使い古された表現かもしれませんけども、私にとっては今の奥さんと何度も通ったところであり、人に誇るべき場所だったところも思いを強くするところですね。非常に残念です。でも本当にありがとうございました。お疲れ様でした。